朝日スクープです。今朝こちらです、はい、佐賀県の木山町に全国でも珍しい遺品を使って小物を作ってくるお店があるんだそうです、はい、ハンドメイドショップ作るというお店です。ここに全国から注文が殺到しています。これは愛媛ですね。こうやってきます。Uパックとかこういうネクタイをたくさん持ってらっしゃる、捨てようかどうしようか迷ってて、あ、ポーチにすればまた使えるからっていう。遺品リメイクの作品を作っているのは鳥越直美さんです。自身が店主を務めるハンドメイドショップ作るには全国から遺品リメイクの依頼が来ます。大量に持ち込まれた着物の帯、大分県は別府市から送られました。こちらのネクタイは愛媛県今治市から。ここがもう古い仕事部屋です。古いがついてます。これ布はどういったご依頼なんですか。布、これは帯なんですけどね、お母さんが使ってやった帯を娘さんが親戚の人とかいとこの人にもちょっと何か使ってもらいたいってことで、依頼を受けてバッグにします。もう注文デザインは聞いて、ここにサイズも一応聞いています。今回の依頼は亡くなったお母さんの帯をバッグにリメイクしてほしいというものです。世界に一つしかない遺品のリメイク、作業の時は毎回緊張するんだそうです。生地を傷つけないように、それと裁断する時に計算間違わないように、おじいちゃんとかご主人にしてもやっぱり泣きながらこうやっぱりねお話しされる方も中にはいらっしゃるので、気持ちがやっぱこもってるものだからですね。お店があるのは JR 木山駅から歩いて3分の場所です。ここはもともと鳥越さんの父光一さんがオーダーメイドのスーツを仕立てる町のテーラーでした。そのお父さんが使っていた作業台やミシン台をそのまま引き継いで使っているのです。こういう時の厚さ、生地の厚さがここはこの分重なって厚くなるんですよね。何枚も生地がすごくちょっと厚みが出てしまいます。でそういう時にこの工業用の直線縫いは強い、だからこれじゃないといけない。世界に一つしかない個人の遺品、リメイクした作品を手にした遺族の方からはたくさんの感謝の手紙が届いて、鳥越さんは全て大切に保管してらっしゃるんですよ。作っていただいたポーチを縁ある方に使っていただけたら、少しだけ兄への供養になるのではと心安らぐ思いです。お父さん、お帰りなさい。バッグを見た瞬間、涙が止まりませんでした。毎日主人と買い物をしている気持ちになり、心が落ち着きます。鳥越さんが遺品リメイクを始めたのは5年前。仕立て職人だったお父さん光一さんのネクタイを自分でリメイクしてポーチにしたのが始まりでした。父が使ってたものをこうやってそばに置いて、そばにいてほしいっていうか、多分使ってたものをその大事にそのしまっておくのもいいけど、形に変えれば父がそこにいるような感じで私は仕事をしています。これまで200件以上のオーダーを受けたという鳥越さん、その中でも特に印象に残っているリメイクがあるといいます。弟さんと久しぶりに東京で会われた時に、弟さんから自分はもう病気になってあんまり時間がないっていう話を聞かされて、すごくショックで、なんか今からその弟に何かしてあげたいけどっていう思ってあって、で私に送ってくださいました。ネクタイと一緒に送られてきた手紙には、依頼者の弟さんが末期がんで余命数日と言われていること、なんとか存命中にプレゼントをしたいという思いが綴られていました。
オーダーしたのは大阪府にお住まいの酒井正蔵さんです。令和2年ですかね。弟がちょっと食道と胃がんを患いましてね、ちょっとやばいことになったので、メールの土産にですね、ポシェットをプレゼントしようと。以前弟さんと食事をしている時に、このネクタイが一番のお気に入りだと見せてくれたことがあるんだそうです。コロナ禍で面会が制限される中、このネクタイに息を吹き込み届けることで弟さんを少しでも勇気づけたい、そんな思いが込められていたのです。本人は見て嬉しかったという表情をしたそうなんです。こういうプレゼントをできて、だからこれで見送られるなと思いましたね。こんにちは。あ、はい。あ、どうも白木さん。どうもありがとうございます。こちらこそどうもありがとうございます。出来上がりましたのでどうぞお上がりください。ありがとうございます。鳥越さんがリメイクしていた帯、制作に取り掛かっておよそ1週間、数種類の帯を使って大小さまざまなバッグとして生まれ変わりました。お母さんとおばあさんの帯を遺品リメイクしてほしいとお願いしたのは、筑前町にお住まいの白木ゆかりさんです。ですね、母と祖母のものになります。母のでこの下は祖母の帯の一部を使って、はい、なんとかできました。ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、もうと私も出来上がりがすごく楽しみだったし、はい、こうやって形になるっていうのが本当嬉しいです。大切に使わせていただきます。どうもありがとうございます。事前に綿密な打ち合わせを経てデザインなどを決める遺品リメイク、必要があればきれいに洗ってから制作に取り掛かりますが、あえてシミなどを残すこともあるんだそうです。ちょっとなんかシミとか、ちょっと汚れみたいなのがちょっとしまっててできたものなのか、使っててできたものかわからないんですけど、でも逆にそっちの味があっていいかなっていうか、なんかこう一緒にこう母と一緒にいるみたいな気がして、着物とか帯のままだとそうそうこう着る機会もないし、やっぱ出来上がってみたらちょっとお願いして作っていただいてよかったなとは思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。 KBC ニュースチャンネルでは朝ですや知りたかなどで放送したニュースや特集をいつでもご覧になれます。この機会にぜひチャンネル登録をお願いします。また視聴者の皆様が撮影した動画や写真を募集しています。あなたの動画がニュースになるかもしれません。 KBC のホームページや朝ですアプリから投稿してみてください。お待ちしています。